水の伝道師江本MASARUからのメッセージです。本日は2011年3月29日であります。地球人の皆様へ。ご存知のように3月11日に我が日本を巨大な地震マグニチュード9という大きな地震が襲いました。そしてそれとともに超巨大なる津波が我が東北地方沿岸各町を襲いました。それによって1万1000人以上の方が犠牲者となり、さらに1万8000人の方の行方が知れません。その他に行方不明と申告がない方もいらっしゃるということです。つまり家族の方全員が犠牲となって、誰が本当に行方不明なのかわからないという、そういう方も数千人おられるということです。もう津波が発生して18日も経っているというのも、それだけではありません。さらに恐ろしいことが起きています。それは福島原発を壊滅状態にしてしまったために、その地震と津波は福島原発を壊滅状態にしてしまったがゆえに、原発付近の大気、そして海水、そして地下水は放射能汚染となって、その影響は遠く東京の水道水まで及んでおり、同時に野菜や魚などが出荷できない、食べてはいけないじゃないかというような風評被害も講じまして、日本の人たちは今半分パニック状態になっています。多くの人たちが避難生活を余儀なくされています。その数は2万世帯となる勢いですね。まさにこの事件は、事件というよりかこの現象は単なる一極東の島国日本だけの現象ではない、カタストロフィーと言えるんではないだろうか。カタストロフィー第一章がついに始まったと言えるんではないかなと私は思います。それをまた世界の多くの人たちが本能的に捉えています。あっという間にこの情報は世界を駆け巡り、そして多くの人たちが現金や実際に日本にいろいろな物資を運んで送ってくれたり、あるいは医師団を派遣したりくれていますし、海外メディアなどは本当に毎日のようにこのニュースをそれぞれの国に対して流しています。まさに世界の人々にとってこれは一言ではないんだ、いずれ近い将来自分たちの身分は変わってくることに違いないという思いが生まれてきているかのように思います。まさに地球人としての思いが芽生えてきているなと、まあ、そんなふうに思うんですね。で、私たちが今一体何をすべきか、それを私は考えました。それはこのような時であるからこそ、我々地球人の心が
一つにならなければならない。まず一つにして一緒の土壌で一つのジダッサーなりを考える、思う。さすればその上にこれからどうしたらいいかとか、そのような案が、知恵が出てくるんではないかと思うんですね。そう、まず我々はここにおいて初めて地球人として一つにならなければいけません。そのことを証明しているエネルギーのフォーミュラがあります。これこそまさに私が敬愛するアルバート・アインシュタイン博士の E=MC² MC の事情というエネルギーのフォーミュラです。これはエネルギーというのは人の数の、そしてその人々の意識の事情であるということを私は物語っていると思います。今バラバラであったこの地球上に住んでいる人たちの思いが一つになって、その意識が結集したときに本当のこの地球人類としてのエネルギーが発揮できるんではないだろうか。またこれだけの大問題を解決するためには、それ以外には他に方法はないというふうに思うんですね。私は提言します。みんなで祈りましょう。一つになるためにはやはり祈るしかない。祈りは普遍であります。どこの国を、どこの民族を、どこの宗教を超えても祈りは普遍であります。それぞれのスタイルでもって皆さん祈りましょう。3月31日、正午、皆さんの時間で、それぞれのお国の時間での正午、次のように祈ってください。福島原発の付近、福島原発の水差しを、本当にごめんなさい、辛い思いをさせました。そして私たちを許してください。私たちはあなた方に感謝をし、そして愛し続けます。あまりにも私たちは今まで水を無視してまいりました。今回の場合でも水は身をもって私たちに放射能の恐ろしさを警告をしてくれています。その水に対してお詫び、そして感謝し、そして愛をさせる。このことがまず地球人が一つになる第一歩かと思います。これを3回ほど手を合わせながら、実際に口を出して、あるいはコロナ禍で祈っていただきたい。ぜひぜひそう、そういうことをお願いをして、私のメッセージとさせていただきます。3月の29日、水の伝道師、エモト・マサルからお伝えいたしました。